こちらの動画はアレント・エル・シュワブさんの YouTube チャンネルからの引用です。不思議な形をした二輪車が人間の手を使わずに自らバランスをとって走っているのがわかります。アメリカのコーネル大学とオランダのデルフト工科大学の研究チームによって開発されたこの実験車両は、一般に安定に必要と信じられているジャイロ効果やトレールによる効果がありません。にもかかわらず、このように自ら倒れずに進むことができるのです。今回の動画では、二輪車はなぜ倒れないのかという素朴な疑問に対し、その本質的な仕組みに迫っていきます。サンキューもっち。皆さんこんにちは。こんにちは。今回はついに自転車やバイクなどの二輪車が倒れない仕組みについてやります。動画を作るにあたってネットでも少し調べたんだけど、この仕組みについての説明はかなり怪しいのが多いです。というかジャイロ効果にぶん投げてる解説ばかりです。ジャイロ効果は基本的に小さくてメインにはなりません。倒れない理由は未だよく分かってないってネットで見たけど。別にそんなことないと思うけど、誰が言ってるの？さあ。もちろん概ねどういう作用で倒れないのかは分かっています。ではどういう仕組みでしょうか。でも倒れない仕組みの前に覚えておいてほしい現象があります。それは二輪車はハンドルに加えた力と車体が倒れる方向が逆になるってことです。これはちょっと直感に反するように見えるかもしれないけど、意外と理屈は単純です。例えばハンドルに力を加えて少し左に切ったとします。するとタイヤは左を向いて左方向に進もうとします。ここまでは常識通りですね。でもタイヤが左に進もうとするということは、地面からタイヤに左向きの力がかかっているってことです。力の発生箇所はタイヤと地面の間。足元から左に引っ張られたら体は右に倒れちゃう、つまり足払いされる感じってことです。これがハンドルに加えた力と倒れる方向は逆になる理由です。めっちゃ簡単。同じ現象を遠心力を使って説明する方法もあります。ハンドルを左に切ると自転車は左に進みます。すると遠心力で体は外側、つまり右に倒れます。これは全く同じ現象を外から見るか乗ってる本人視点で見るかの違いだけです。納得しやすい方で覚えてもらえばいいと思います。実演するとこのようにハンドルの片側だけ指で押すと、押したハンドルの方に倒れていきます。危ないので真似しないでね。あくまで進行方向に対して相対的に逆反ってことなので、傾いていると普通にハンドルが切れているように見えますけどね。ここで重要なのは2つ。車体の傾きはハンドルへの入力でコントロールできる、傾く方向はハンドルへの入力の逆方向。このコントロールはなぜか誰でも無意識でできるので、特別なものではありません。人体の七不思議の1つ。変に意識すると転ぶから注意してね。さて、今は乗り手のハンドルへの入力によって傾きを制御しました。結論を言うと、ちゃんとした二輪車は傾いた時に自動的にその方向にハンドルが切れるように作られています。これによって車体が自動的に起き上がり倒れないのです。ではどのようなメカニズムで自動的にハンドルが切れるのでしょうか。以前アップしたジオメトリについての動画で、バンク中にハンドルが自然に切れる現象を紹介しました。トレールによる効果ね。見てない人のためにおさらいすると、二輪車の前輪の接地点はハンドルの回転軸よりも後ろにあります。このズレの量がトレールね。このズレ、つまりトレールによりタイヤから発生する力はハンドルを動かすトルクに変換されます。直進中にハンドルがぶれた際はこの作用によって自動的にまっすぐに戻ります。一方で、例えば横風などで車体が右側に傾いたとします。すると自重を支えていた地面からの反力が車体の重心方向からずれます。これによって車体から見たら左方向の成分を含んだ力になり、ハンドルを右に回転させます。そんでハンドルと一緒にタイヤが右を向くに従って、タイヤと地面の摩擦で右方向の力が発生します。
この力は結構大きめです。この力は車体を右にカーブさせつつ、右を向いたハンドルを左方向に戻しつつ、車体の傾きを左方向に戻す作用になります。大忙しじゃん。これでうまいこといけば元の状態に戻れるのですが、まあ多分大体は行き過ぎて今度は左に倒れ始めます。すると今度は左にハンドルが切れて、タイヤから左向きの力が発生し、イカ無限ループって怖くねって感じになります。走行ルート的に運んだ感じの蛇行になります。これもさっきと同じように遠心力での説明に置き換えできますね。安定してるっていうか、倒れるのと起きるのを繰り返してる感じね。動的安定ってやつ。多分実際無人で自転車を走らせた場合、こんなにうまくいくとは限らないでしょう。無人用に設計されているわけじゃないですからね。でも少なくともハンドルが動かない車両より長く持ちこたえます。大事な自転車で実験はしませんが、ハンドルを動かないように固定した自転車は一瞬で転倒します。このようにある程度自動的にハンドルが動くのをセルフステアリングって言います。このトレイルによるセルフステアリングが2輪の安定性に最も影響が大きい要素です。でも他にもセルフステアリングの発生要因があるって話したことあるの覚えてる？重力によるやつね。そそ、普通は前輪周辺の重心はステアリングの軸より前側にあるから、傾けるだけでも重力で勝手にハンドルが切れるんです。これは自転車を持ち上げて傾けるだけでわかるから簡単ですね。いろいろ違いはあれど、傾いた方向にハンドルが切れるってのはトレイルと同じですから、似たような効果が期待できます。だからフロントに重い荷物を積むように設計された自転車は、過剰にハンドルが切れすぎないようにトレイルを小さく設計してるってお話もしましたね。新聞配達とかに使う前カゴをつけたスーパーカブは普通のスーパーカブよりトレイルが小さいって教えてくれた人もいたわ。知らなかったね。他にもセルフステアリングはジャイロ効果によるものもあります。ここでジャイロ効果の説明をしたら終わらないから過去動画を見てほしいんだけど、あの動画死ぬほど伸びてないわね。ジャイロ効果は回転体が動くとあらゆる部分に影響してややこしい。でもざっくり言うと、回転体を傾けていくと90度ずれた方向にトルクが発生する効果です。この作用は車体に対して車輪が軽すぎるので、全体の姿勢を動かすには小さすぎますが、ステアリングにならある程度の影響を与えます。具体的には前輪の車体ごと右に傾いたら、その動きによりハンドルは右方向に切れようとします。逆にハンドルを切った時は、車輪の動きにより切ったのと反対側に車体を倒そうとする効果が発生しますが、さっき言った通り車体は重いのでそれほど動きません。これさっきのトレイルと同じじゃない？そうだね、重力のやつもだけど方向は基本的に一緒。これは各要素の特徴を簡単にまとめた表だけど、トレイル、ジャイロ効果、重力の作用がハンドルに影響するのをまるっとまとめてセルフステアリングって呼んでるんだね。トレイルとジャイロ効果は速度依存があるから、ある程度速い方が安定するのね。各要素によるセルフステアリングの強さは走行状況により複雑に変化するので、アーシにはとても計算できません。でも影響度比較用にロードバイクでバンクし始めの一瞬のみを切り取って簡易的に試算しました。簡略化してるし、条件がリアルかわからないから桁数だけ見てほしいけど、トレイルの影響が2桁ほど大きいとわかります。ロードバイクは特にトレイル以外の要素が小さくなりやすいので、例えば高速で車輪も比較的重いオートバイはジャイロ効果が1桁増えるかもしれないし、フロントに重い荷物を積めば重力による影響も1桁増えるかもしれません。それでもほとんどの場合はトレイルの影響が支配的になると思います。つまり実質的にはトレイルが車体を安定させてるってこと？そうだと思うんだけど、それで冒頭のこれに戻ります。これはキャスターもジャイロ効果もない車両って言ってたわね。ここまでの説明で本質的には何が重要か分かった人もいると思います。結局のところ傾いた時に傾いた方向に適切な量のハンドルが切れるのが重要なんです。
それを引き起こしているのがトレイルだろうが重力だろうがジャイロ効果だろうが、それは何でもいいわけです。これは YouTube の動画ですが、元の論文があります。タイトルは和訳すると、自転車はジャイロ効果とキャスター効果がなくても自己安定できる、でしょうか？キャスター効果はトレイルによる効果のことです。論文から実験車両の詳細を見てみましょう。小さな前後輪の上についている同じチョッピーのホイールはジャイロ効果の打ち消し用です。ヘッド角がわずかに出ていますが、オフセットによってトレイルがゼロではなくわずかにマイナス、不安定方向にしています。ゴムタイヤはつけず、金属むき出しなのはタイヤ変形による作用を排除するためでしょう。多分他の部品は重心の調整用のようです。そうです、この車両は重力の作用のみで安定性を得られるように設計されているんです。重力によるセルフステアリングは普通の二輪車でも発生しますが、それだけで安定性を得ることは難しいと思われます。というのも、重力による効果はハンドルを切る方には働きますが、普通は戻す方向に働きにくいからです。この車両では重心位置の工夫で、その問題を巧みに回避しています。なんでも、前輪周りの重心がステアリング軸より前方かつ低めにあることと、車体側の重心が高く前方にあることが重要とのことです。重心の前後の差の効果は正直うまく理解できていないのですが、高さの差については長い棒を手のひらの上に立てる遊びをイメージしてもらえばいいと思います。重心が高ければ高いほど倒れるのも起き上がるのもゆっくり、低ければ低いほど速くなります。この車両では車体側はゆっくり倒れ、前輪周りは早く倒れようとします。当然車体と前輪はつながっているので、前輪だけ先に倒れることはできないです。それでもなるべく早く倒れようとして、代わりにステアリング軸周りで回転する、つまりハンドルが切れるようです。これはさっきまでの重力による作用とはちょっと理屈が違いますね。車体が起き上がる過程では逆の現象が起こり、前輪周りは先に起き上がろうとして、結果的にハンドルを戻すようです。こんな風にして、この実験車両はトレイルもジャイロ効果もなしで見事にセルフステアリングを作り出しているようです。これは理論的に計算されて設計されたものです。ジャイロ効果もトレイルも安定に必須ではないってことを理論と実験の両方で示したってことですね。やっぱり傾いたらその方向にハンドルが切れること、これが本質的に重要で、トレイルもジャイロ効果もその手段に過ぎないってことです。とはいえ、これは緻密な計算により安定する条件を見つけ出しているのであって、ハンドルが切れさえすれば安定するわけではないということには注意してください。論文の中でも、これさえ満たせば OK って条件は見つけられてないと述べられています。ここら辺だけ切り抜かれて、自転車が倒れない仕組みは未解明って言われてるのかもね。実際の二輪車では乗り手がいるので、完全な安定がなくても、人間による制御で立て直せます。なんなら不安定な車両でもちょっと練習すれば乗れるみたい。結局人間のバランス感覚が最強ってこと。この研究結果が普通の二輪車に影響を与えるかは分かりませんが、自動制御や二輪ロボットの開発などには影響するかもしれませんね。今日のお話はこれで終わりです。では本日のまとめ。二輪車は構造的にハンドルへの入力と逆方向に傾こうとする性質を持っています。またトレイル、重力、ジャイロ効果の組み合わせにより車体の傾いた方向に自動的にハンドルが切れる性質も持っています。これがセルフステアリングの正体だったわね。この2つの性質の組み合わせにより、車体は傾いた方向から起き上がろうとします。ハンドルと車体の傾きの連動具合が適切なら、左右に傾いては戻るループになります。セルフステアリングはトレイルの影響が大きく、またジャイロ効果も有名ですが、それらがなくても安定条件を作れることが報告されています。ってわけで、足的には自転車が倒れない理由についてそれなりに納得してるわけだけど、一つわからないことがあります。何？小さい子に自転車が倒れない理由を聞かれたらどう説明すればいいんでしょう？うん、
さっきのまとめの部分だけで納得してもらえる気が全くしません。適当にごまかすのも良くないわね。というわけでこれは正真正銘未解決問題なわけだけど、みんなも考えてよい案があればコメントで教えてね。それじゃ今回はこのあたりで、バイバイ。バイバイ。